次の林道の分岐がですね、あ、ここだ。これを右でございます。あ、林道の看板らしきものはあるんですが、消えちゃってますね、字がね。はい、ということでね、進んでいきます。ということで、今回の和歌山県のですね、林道シリーズの、まあ、前半ですかね、こちらのクライマックスになるんじゃないかなと思いますが、こちらは林道板津湖奥泉城線ですね。こちらを走っていこうと思います。こちらを走り切るとですね、高野竜神スカイラインの五馬山スカイタワーの横に出てくる道になっております。こちらのですね、林道は、2年前だったかな、この逆でね、山側から下ってくる方面で走った記憶があってですね、ちょっとその時ね、カメラの不調であまり綺麗にちょっと撮れてなかったので、いずれね、きちっと撮りに行きたいなと思ってた林道でございます。ということで、こちらの林道板津湖奥泉城走っていきます。入ってすぐはですね、こちら舗装路でございます。で、おそらくこの先しばらく行くと未舗装路に変わってくると思いますのでね、はい、ちょっと楽しんでいきましょう。でもね、ひょっとするとね、崩壊とか崩落とかでね、通行止めになってる可能性もあるのでね、注意しないといけません。はい、ということでね、未舗装路に変わってきました。気をつけて走っていきます。船長ですね、入ってすぐはね、舗装だったんですが、もう途中でね、すぐ未舗装に変わりまして、ガタガタとしております。で、こちらの林道ね、まあ、右側にね、小さい川が流れてるんですけど、この川に沿って上がっていくような林道でね、あ、看板ありましたですね。ちょっと撮っておきましょう。お待ちください。はい、こちらですね、林道板津湖じゃなくて板津湖っていうんですかね、林道板津湖奥泉城線ということで、こちら民運林道ということでございますね。方向としてはね、こっちでございますが、はい、路面はね、まあこんな感じのね、ややちょっと大きいボコボコとしたね、岩というか石ですが、あるような、まあ、砂利のようなですね、林道となっております。いやー、この辺り静かでね、いいな、気持ちいいな。はい、それではね、板津湖奥泉城線走っていきます。おそらく走り抜けられるとは思うんですが、まあ、情報を持っておりませんので、ひょっとするとどっかでね、崩落とかあるのかもしれないですね。まあ、その時はね、もう潔くね、引き返します。前回はね、下りで走ってきましたので、今回はね、上りで走っていきます。おお、結構ここから登坂がきつくなってきましたね。路面の石もね、結構大きめの石というか岩がね、ゴロゴロしております。
ここは左が落石だったんでしょうかね。でもね、しっかりと片付けられていて、一応ね、車が通れるようになっておりますね。ここも左側ね、これは土砂崩れかの後で、一応かろうじて車が通れるようにね、はい、整備してくれてますね。わあ、ここすごいな。わあ、ここすごいな。大丈夫かな。まあ、右側のガードレールがだんだん下に沈んでいっているのがわかると思いますが、これはガードレールが下に沈んでいるのではなく、落石でね、こう道が塞がっている状態でございます。わあ、これいけるかな。すごいすごい。まあ、せっかくなんでね、徒歩でね、しっかりとね、見ていこうと思います。このガードレールがですね、だんだんと下に沈み込んでいってるように見えるんですが、実はね、こちらですね、こちらからね、盛大に崩落というか、落石があって、まあ、林道が完全にこう埋まってるような状態ですね。はい、ここをね、走っていきました。まあこのようにですね、大きい落石がゴロゴロしてね、結構ね、尖ったね、石もね、たくさんあって、ちょっととりあえず気を使いました。はい、そして一番怖かったのがここですね。この先ちょっとね、車幅がね、狭くなってるんですよね。ここですね、ここね、ほんまに軽自動車が1台やっと通れるかどうかのね、幅でした。ズルズルって言っちゃうとね、もう真っ暗になってますよね。もう奈落の外にね、落ちると言ったね、道でございましたが、はい、そしてここをね、なんとか突破することができました。おそらくね、ここ突破できたら大丈夫じゃないかな。はい、あとね、何か所かこういった崩落現場あるかもしれませんが、気をつけてね、走っていこうと思います。はい、この後もね、ここちょっとプチ崩落しておりますが、まあ、これぐらいも可愛いもんですよね。そしてガードレールがここね、もう道のいっぱいにね、土砂崩れして、もう完全にね、埋まっております。こんな感じですね。そしてここからもね、カメラ越しに伝わるかな、結構ね、急途半でございます。そして結構ね、まだ崩れてるところもありますのでね、特にこの辺りやばそうですよね。落ちたらえらいことなんで、気をつけて走っていきます。おお、ここも結構崩れてますね。これも大丈夫かな。よいしょ、よいしょ、ちょ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 、よし、す
ごいですね、さすが和歌山県はね、オープンマインドですよね。普通こういう道だったらね、もう通行止めとかってね、やってしまいそうでございますが、ね、自己責任で入ってくださいよって言ったですね。わー、ここすごいな。わー、壁だ。いけるか、いけるか、いけるか、よし。はい、この先もですね、結構崩落場所が多いですね。ただね、全く太刀打ちができないわけではなく、もちろんね、トイレレースには細心の注意を払う必要がありますが、まあ、なんとかね、今のところは走れております。どうかな、このまま走り抜けれるのかな。あ、正面はね、紅葉に日が当たってね、綺麗ですね。はい、ここもね、若干途半ですが、もうこれぐらいは大丈夫ですね。いや、さすがにこの辺りまで来るとね、紅葉綺麗ですね。ちょっとこの辺りだったら、ちょっと精神的にも落ち着いて紅葉を楽しめそう。現在ね、標高がちょうどね、1000メートルになりましたね。イタツゴ奥泉城走ってきておりますが、ちょうどここですね、小さな小川、川の流れがあって、まあ、ここはね、洗い越しになってますね。そして川の流れがね、こちらの方に続いていっております。から落石少ないのかなと思ったらバンピーな落石エリアですね。はい、さあ登っていきましょう。わあ、これは走りごたえがあるな。いやあ、これは楽しい。なんかね、ガードレールはしっかりと、まだこれ新しいですよね、ちゃんとしてくれてるんで、管理が行く届いた林道ということでね、激しいんだけども、かつちゃんと管理されてるといったですね、林道ですね。うん、さすが和歌山。2人も赤、黄色、緑、わあ綺麗な。この辺りからね、結構溝がね、潜伏されて、ちょっとところどころ深くなっているところがありますね。まあ、ちょっと注意ですね。まあ多分またぐか、まあ、避けるかでなんとか通り抜けはできそう。お、なんか大きい広場みたいなのが出てきましたね。はい、道は、この右側ですね。まあ、現在ね、標高が 1100m でございます。あ、これも結構溝深いな。よしよしよ、
標高が 1100m で、マップを見ておりますと、あともうちょっとでね、駒沢スカイタワーの方の近くのですね、出口まで抜けられそうですね。やっぱりね、崩落箇所がね、半箇所ぐらいでしたですか、ありましたが、いずれもね、まあなんとかトレースに気をつければね、走ることができましたので、このままなんとか駒沢スカイタワーの方まで行けそうです。まだね、まあ気を緩めてはいきませんが、引き続いて走っていきます。あとどれぐらいで1キロぐらいかな。ちょうどですね、この先なんですけど、ここね、めっちゃ深い溝というか、わだちがあります。ここをはまるとね、えらいことなので、これは先に渡った方がいいのかな？渡りましょうか。ここね、ここ渡ります。ゆっくり、ゆっくり、慎重にね。よし、よし。おっとなんかガキ言いましたね。おそらくね、基地メンバーだと思いますが、ガキ言いましたね。見えてきました。はい、缶抜けやった。はい、ということでね、イタツコ奥泉城線、南の方からですね、北の方に缶抜けすることができました。やった。はい、ということでね、この先もうちょっと進んだところにね、駒沢スカイタワーがありますので、ちょっとそちらに行ってね、少しだけ休憩しようと思います。この辺はね、2年前だったかな、3年前だったかな、動画で撮った時もね、言いましたがね、すごいススキがね、綺麗な場所ですね。あ、もうね、左手にね、カメラからね、見切れてるかもしれませんが、駒沢スカイタワーのですね、タワー部分が見えております。ちょうどね、左のあたり、この辺ですね、映ってますね。この舗装路はですね、駒沢スカイタワーからこう走っていける舗装路となっております。なのでここはね、普通のね、一般の車でもね、走れるのではないかと思います。またね、ススキもそうですしね、紅葉もね、綺麗なところを通っていますのでね、ここは結構穴場じゃないでしょうか。ね、ここはね、12月だったかな、ここから冬季通行止めになるということなんですよね。はい、これ左で駒沢スカイタワーになりますので向かいます。そしてここが荒野有人スカイラインですね。わあ、ここやっぱ綺麗な。標高はね、今 1250m でございます。駒沢スカイタワーまで到着いたしました。
ちょっとねここでね休憩させていただきましょう。一番こっちでいいかな。はい、到着です。こちらがねごまさんスカイタワーでございますけども、これですね、これこのライブカメラね、雪の状況を確認するときのねライブカメラここありますね。あ、なるほど、確かにねこの映画見たことありますね。はい、そしてねこの奥にもですね林道はあるんですけど、こちらはですね一般車両を通行禁止ということでね、面白そうな林道ではあるんですが、ここは車ではね入っていけないということなんですよね。こちらですね、はい、一般車両通行禁止ということでね、こっちに行くとねどこに行くんでしょうかね。やっぱさすがですね、荒野竜神だとここにはね EV のねチャージもねできるところもあります。山の中でも安心ですね。電結ならずに行けそうです。時刻が、あ、ちょっと見づらいかな、2時45分ですね。今からなんですが、こっからで、もう少し南下いたしまして竜神の方まで行って、日本三大国道の一つ425号線ですね、まあ、今回こちら走破はしたちませんが、425号線沿いにですねいくつか分岐する林道をね、有名な林道がございますので、そちらの方にねちょっと入ってみようと思います。はい、今日のね夕暮れが多分5時ぐらいだと思うんでね、あと2時間ぐらいでしょうか、どこまで走れるかな。人は、まあ、平日ということもあって思ったよりも今ばらでしたですね。はい、ということで竜神次のね林道までがね20キロ先かな、進んでいきます。